今日の近藤健介さん。ヒロシが頑張って考えた本日の打順。この後に及んでまだリチャードと正捕手とかマジでクソ。ヒゲは勝ちたいんじゃなくてお気に入りでお人形遊びしたいだけなんだよな。藤本やめろ。若手のモチベを下げる天才だね。結果が出てないリチャードがずっとスタメンだし。クソヒゲに裁きの鉄槌を。永遠のゴミスタメン。リチャードが勇より優れてるとこ何。借金生活の始まり。藤本さようなら。近藤健介さんの第一打席。イケメン待機。近藤今日は打てよ。さあみんなのアイドル近藤健介くんだ。7億の威圧感でフォアボール。内戦。こんちゃんお散歩。エンドランやめてよ。こんちゃん内戦。ヒゲエンドランするなよ。イケメン。おいヒゲ分かってんだろうな。絶対にエンドランすんなよ。続いて柳町さん。ギーマも続け。フルカウント。嫌な予感がしますね。来るぞエンドラン。エンドラン気味の普通にゲッツー。クソやん。もう最悪。柳町で併殺は5番では機能してないね。エンドラン同行以前に柳町を5番に置くのがダメだっていい加減わからないもんかね。エンドラン草野球やめろ。まあでも今は近藤走ってなくても併殺っぽかった。続いて牧原さん。今宮さん連打で2塁1塁のチャンスでリチャードさん。下位打線にかけての連打いいね。ここでリチャードがどうするかよ。リチャードそろそろ打て。藤本を嘲笑うかのような連打。リチャード頑張れ。センターフライで3アウト。知ってた。こうなると思ってた。藤本博史3日連続でランナー。近藤でエンドランを仕掛けるも全て大失敗。まあ近藤の時はエンドランっていうよりも普通に走っていいカウントやったからな。今日も敗退行為お疲れ様です。2回の裏、松本春さん長打を浴びてノーアウト2塁のピンチに。頑張れ晴れ。藤本技術がない。ファン頭がない。センターフライでワンアウト。二塁ランナーはタッチアップで三塁に。とりあえずワンアウト。踏ん張れ。続いて岡島さん。1点入っちゃいそうだな。そろそろリチャードの8番を考えた方が良いな。チャンスで回ってきてことごとく無得点。打たれても最少失点止まりでしのごう。三立て食らうのはきちって。詰まったがレフトの前に落ちて1点先制される。今日も無援護で試合終了か。まあこうなるよね。ああ先制点入れられた。ふわー。続いてフランコさん。フォアボールでワンアウト二塁三塁。踏ん張れるか松本春。和美が恫喝に行った。藤本解任カウントダウン。マジ二軍の方が面白い試合してるわ。森ゆいとファームで完封しとる。ヒットで満塁に。これ多分しばらく終わらんね。流れ変わったな。はい、いつもの満塁無得点。もうあえて満塁にしてるやろ。踏ん張ってくれ。まあ流れ的にもうダメやろうな。ホームアウトで2アウト満塁。ナイス。頑張れ踏ん張れ。満塁で点取れるわけないわ。満塁無得点定期。もう1個アウト頑張れ。ショートよく取ったが内野安打で1点追加。止めなかったらもう1点入ってた。今宮今の取るのはすごいわ。よく止めたという感じかな。抜けていたらもっと失点していたかな。もうそろ切れるぞ。続いて村林さんは初球打ちで3アウト。今宮が追いついてなかったらもっと点が入ってた。ホークスが2点とか取れるわけないやん。今見ないすがっつ。3回の表、ワンアウト2塁1塁のチャンスで柳田さん。おお、アキラも続いた。頼んだキャプテン。中村さん内戦。ここでギーさん得点圏。マサゴ定期。初球打ちでセンターフライ。なんやそれボケ。もったいないな。初球達なよマジで。おいエンドランしろよ。柳田さすがにひどすぎ。ひどすぎ。ほんと得点圏柳田はうんこやな。マサゴ定期。柳田も近藤も全試合出場してることがおかしい。近藤健介さんの第二打席。おい近藤得点圏だぞ。近藤柳田が打たな勝てんねんこのチーム。ギータ抑えても近藤しんどいわ。しかし近藤は打ち損じ少ないからきついな。まあ近藤はヒットなら許すよ。返してくれ7億コンちゃんマン。おう、なんやどうした近藤。また取り試合か。リプレイ映像は撮れないけど鳥は撮れる。鳥かわいい。近藤頼む。7億の威圧感でフォアボール。実質敬遠で2アウト満塁に。避けられたな。コンちゃん勝負避けられた。代打アストディオ。フォアボール。やはり近藤とは勝負できんかったね。イケメン。7億は勝負より歩かせた方がいいやろな。後ろ雑魚やし。7億映像ギー分かってるよな。続いて満塁で柳町さん。満塁で結果を出せるか。柳町絶対打ってくれ。
満塁だし押し出しでもいいので点を。ギーマここ頑張れ。柳町ここは得意のレフト前ヒットで。近藤の後ろを柳町が担ってるってマジで戦力雑魚すぎやろ。ヒゲの運用がまずおかしいしな。フォアボールで押し出しで1点返す。ナイス押し出しギーマ。よく見た押し出し。選球眼が良いな。柳町ナイス。エンドランばっかさせられて失敗して出塁率下がってるの草なんだが。柳町ナイス戦。これはさすがのドライチである。レーゾギーマノーヒットで1点は草。満塁は続いて牧原さん。三振はやめて。セカンドゴロで3アウト。追加点ならず。巻き草。振らない方が点入るからもう振るなよ。情けない。なんでこのイニングで押し出しの1点だけなんだよ。マジで呆れる。はあ。よっば。ひどいバッティングやめてくれ牧原。牧原やっぱ得点圏は打てないよね。得点圏の牧原はガチで1ミリも期待できないのが残念だ。巻き草定期。4回の裏、松本春さん、ワンアウト2塁のピンチに。辰巳マジで打ちすぎやろ。勘弁してくれ。辰巳とか岡島とか同じやつに打たれすぎやろ。松本さすがにコントロールアバウトすぎるわ。これじゃ配球とかリードどころの話じゃないわ。ルーキー援護もやれんのか。バッターは太田さん。センター抜けて三塁一塁のピンチ。ランナー背負ってる場面で踏ん張れるか。バッター集中ねじ伏せろ。またピンチやん。松本大丈夫か。やっぱりさっきのデッドボールから萎縮してる感あるな。向こうが見切ったってのもあるだろうけど。続いて小深田さん。松本春、母数が少ないとはいえ対左打者に不安があったからな。楽天に苦戦するな。ここでの追加点はきついぞ。ライトヒット打たれて失点。そして交代。なんで追い込んだから失点するの。終戦お疲れ様。野手陣意地見せろよ。なんでストレートやねんそこで。これはもう終戦です。楽天に三立てされるのはさすがに漫才しすぎ。笑いの提供ありがとう。さすがに交代か。うわあ、貯金ないのに。4連敗してて大事な楽天3戦目で初先発の若手使ってくる藤本の考えがわからんし、それに何も言わん和美にもイライラする。さっさと藤本下ろせ。もう無理。さすがに無能すぎる。ワンチャンオリックスに藤本渡せば優勝切り逃してくれるまである。はい、もうおしまいですね。楽天相手に3連敗、借金生活まっしぐら。藤本監督さようならってことで。もう順位とかどうでもいいし、まだ投げてほしいって言おうとしたら藤本出てきて死んだ。工藤さん初先発とか初スタメンの選手に対しては本人とご家族にも直筆の手紙と花束を送られていたそうだが、藤本さんはそこまできめ細かい人心掌握をされているのだろうか。80億で作ったチームが借金は大丈夫ですか。ピッチャーは武田さん。ワンアウト二塁一塁のピンチ継続。マジで一軍の監督向いてないわ。ビハインドだと無双する武将頑張れ。なぜ甲斐のせいにするんだろう。おせえ、我慢の仕方が変だぞ藤本。武田が止めきれなかったら負けじゃねえか。松本晴打ち取った内容も運が良かったのが多かった感じだし、なんなら2軍でできてたことも全部出せた感じではないだろうけど、まあ良い経験だったのでは。今日から借金生活が始まるのかな。レフト前ヒットでワンアウト満塁に。打たれすぎ。マジで弱すぎやろ。つながる打線いいな。満塁でマスターさん。甲斐の配球が読まれてる感じで打たれてるな。武田踏ん張れ。藤本監督有能なので、あと50年はホークスで指揮を取ってほしい。まともなピッチャーおらんな。武田ガチャ外れやな。押し出しでさらにリードを広げられる。はあ。藤郎吐きやめろよ。何してんだよ。マジでゴミピッチャーしかおらんな。こいつらいつも何してるの。武田マジでヘラヘラするのだけはやめてくれ。マジで腹立つ。松本春が打たれるとはわけが違う。怒られて気まずくてニヤニヤするのと同じ気持ちかな。毎日毎日弱くて草。こりゃ借金生活突入確定かな。満塁継続で浅村さん。単純に打撃コーチも投手コーチも無能なんだよね。ここまで貧だなのも投手管理が崩壊してるのも。タイムリーでさらに追加点でもう終戦。今日も腐った試合してんな。マジでここまで弱くなるなんて思わんやろ。終戦です。結局首脳陣のせいで野手も投手もボロボロなんだよ。全然駆動時代の方がマシ。続いて島内さんは初球でゲッツーでスリーアウト。ここは島内カス試合すぎる。早 B クラスに落ちて楽観視してるフロントの頭ぶん殴ってくれよ。もう落ちるところまで落ちて首脳陣は無能さを実感すればいい。ガチで弱いな。藤本やめてくれるなら B クラスなっていいよ。てか今すぐやめろ。5回の表、中村晃さん先頭でフォアボールで選んで柳田さん。
地球7個ももらって1点しか取れてないの情けなくないか。得点につなげてくれ。見逃し三振。情けない。近藤健介さんの第3打席。こんちゃん米食ってよな。イケメン待機。空振り三振。夢も希望もない。7円。ぶっさ。こんちゃんギータも働かないなら勝てるわけがねえ。その後の柳町さんも打ち取られて3アウト。ランナー行かせず。藤本はマジで今すぐやめろ。 B クラスも見えてきたな。6回の表、ワンアウト二塁のチャンスでリチャードさん。いつまでリッチーにチャンス与えんだよ。フォアボールで二塁一塁。リチャードよく選んだ。なおかい。続いて甲斐さん、初球打ちでゲッツーで3アウト。はあ。なあ藤本、お前マジでやめてくんね。マジでイラつくんだけど。藤本の正義源開拓や貫禄を見せる併殺。6回の裏、椎野さんワンアウト二塁のピンチに。藤本とゴミ首脳陣のせいでチームがおかしくなった。藤本監督、今夜の辞任会見お待ちしております。センターフライでランナーは進塁して2アウト3塁で浅村さん。藤本はマジで勝つ気ゼロだろ。 CS もめんどいから出たくないんだろ。早よやめたいんだろうな。藤本解任マジック22おめでとう。レフトフライで追加点は許さず。負けの時だけ抑える C の藤本は今シーズンで退任やろうな。7回の表、ワンアウトから中村明さん出塁で柳田さん。ギータそろそろ打って。デッドボール。いたた。ギータデッドボールや。大丈夫か。近藤健介さんの第4打席。近藤怒りの7億砲。こんちゃん頑張れ。得点圏イケメン待機。近藤大明神様、一発やで。近藤そろそろ頼む。中日さよなら勝ちか。ホークスも米禁止にしてみようか。こんちゃんお願い。ブサイクだけはやめろよ。空振り三振。正直こんちゃんは今シーズンへのモチベなくなってると思う。この間も負けてる9回に一人で笑っちゃってたし。ぶっさ。こんちゃんもうモチベ失ってるやろ。こんちゃん疲れか。昨日も今日もノーヒットや。7円。この3連戦は近藤健介がブレーキすぎる。近藤まで行ったらもう本当に終わりやな。近藤やる気なし。7000。今日はダメポ。マジで藤本やめろ。これ以上見たくない。その後の柳町さんは空振り三振で3アウト。全くランナー行かせず終了。7回の裏、近藤健介さん、ヤカカス。ふわー、くさ。お笑い。近藤もリチャードもみんな集中切れてたやろ。敵ながらひどいなこれ。ぶっさ。近藤、あれが7億の守備か。近藤は暗黒ハム思い出してそう。これは7円の守備。ごめん爆笑した。近藤どうした。別にええよ。近藤気にせんで。もういろいろ諦めてるでしょ。来年来年。ゴミすぎて草。その後の後続は凡退で3アウト。藤本が作りたかったチームがこれか。栗原もいないし、ベンチ盛り上げてた周東もエラーでテンション低そうだし、増田もモチベ下がってそうだし、今ベンチの雰囲気最悪だろ。原因は藤本だけどな。藤本監督、お願いだから退任してください。野球を嫌いになりそうです。なあ藤本、お願いだから本当にやめてくれ。こんなにストレスのたまる試合をファンに見せつけられる藤本監督すごいわ。8回の表、ワンアウト二塁でリチャードさん。80億かけて借金生活とかオスナと近藤も予想してなかったろうな。今頃来るチーム間違えたかと後悔してそう。藤本の愛人リチャード。8回6点ビハインドで広し、余裕の笑顔でニコニコ。お前この状況でなんで笑ってんだ。さっさとやめろ。大概にせえよ藤本。藤本の笑顔マジで腹立つな。今の藤本見て確信したね。彼はチームを壊すために来たんだよ。なんでこの状況で笑えるの。怖すぎるわもう。広志またニコニコ。監督さんはなんで笑ってるの。なんでこいつこんなヘラヘラしてんの。チームのトップがこんなんじゃ勝てるわけねえじゃん。はよやめろ。リチャードさん三振で代打デスパイネさん。知ってた。なんで笑ってんだよ藤本。藤本この状況でなんで笑えるの。もう動く気ないし試合捨ててるだろ。藤本笑ってんじゃん。もうすべてどうでもよくなったんじゃね。デスパイネさん見逃し三振。リチャードとデスパは一軍に何しに来たん。お気に入り枠2者連続三振。完全に私物化してんな。公開オナニーすんじゃねえよ。気持ち悪いな。もう分かったやろ。デスパイネ意味ないって。学習してくれ藤本博士。本当に藤本イライラする。早よ辞任しろや。6点を追いかけて最終回の攻撃、広志の采配に注目。
三森さんに代わって野村大樹さん。ブチギレアーチでもいいよ大樹。左右ってだけで三森に代打出すの本当にセンスないわ。ただで終わるな、なんかやれ。チーム状況をこんな地獄にしておいて、なんでお前はニヤニヤしてんだよ藤本。借金生活だぞ、今日中にやめろ。空振り三振。もう選手たちもモチベーション切れてるよね。ひろし止まらない。続いては中村明さんに変えて増田さん。明に代打、なんやそれ、高校野球じゃねえぞ。空振り三振でツーアウト。藤本、なあ、これ見ても大樹だの増田だの使えって偉そうに言うんかお前らは。続いて柳田さんはセンターフライでスリーアウト。試合終了、負け、4連敗、借金生活、クソ。藤本さっさとやめろ。近藤が言ったチームが暗黒になってたという風潮。藤本やめろ、森やめろ、藤本やめろ、森やめろ、藤本やめろ、森やめろ、会はリード考え直せ。藤本やめろ、森やめろ、藤本やめろ、森やめろ、藤本やめろ、森やめろ、藤本やめろ、森やめろ。 CS に向けて大事な1週間なのに2位相手に負け越して4位相手に3立てされるとかマジでゴミすぎる。選手のやる気が感じないのもあるから全て悪いわけではないけど、これでホークス借金だし早く藤本やめろ。藤本のあの笑顔でもう確信した。お前はホークス史上最低の監督だ。今すぐやめろ。真面目に藤本やめろコールしてもいいよ。